久保さん今回はオードリー・ヘップバーにしましょうか私にとって最高の勝利は自分と他人の欠点を受け入れられるようになったこと勝利それは自分と他人の欠点を受け入れられるようになったことこれは深いなと思いますねうんまあ比較比較あそうそうそうだから比較してもその反発してるんですよね うん、だからこの比較してその比較したものを受け入れられるっていう、うん、なんか、あのー、なんだろうな、そう、スティーブ・ジョブズがこ有名な話なんですけども、その iTune か、iTune を世の中に広めるために何をやったかっていうと、Windows を受け入れたんですよ。Windows を。いや、普通だったら自社の ソフト、ソフトとか自社の,その機種ですよね。売りたいから、あの、なんだろうな、自社の商品を買ってね、みたいな感じで、その、その iTune っていう無料の、うん、その、なんだ、ソフトがあるんですよ。だそれは、なんかソニーしか動かないとかね、これしか動かないみたいな。本当はまあ、そうしたいところなんだけども、まあ、多くの人にね、広めるために、Windows のソフトも作ってね。 アップルなんだけど、Windows 版のソフトも作って、Windows 対応にして、で、広めたんですよ。そう。で、まあ、結果的にそれが良くて広まったんですけど、iTune がこう、なんだ、あの、スーパーが嬉してたんですけど、iPod、iPod iP を売るた、iPhone と iTune ってソフトですね。まあ、今はね、もう iPhone に入ってるんですけど、アプリでね。うん、昔はその iPod っていうのがあって、iTune っていうソフトがあって、 まあ今、マイチューンのソフトありますけどね。うん。ただその、受け入れるっていうことは結構ね、大事かなっていう。うーん。まあ、僕もね、やっぱ年取ったっていうのもあるんですけど、いろんなものをね、受け入れられるようになりましたよね。うん。 前まで、まあ、久保さんも昔、若い頃は多分反発してた頃も結構あると思うんですよ。ただ、でも年取って今は結構、若い頃に比べると、受け入れられる数が増えたんじゃないかなと思いますね。この受け入れられる数が増えると、結構、あの、ものの見方がぜ、だいぶ広く見えるようになりますね。反発するより。うん、時には、何くそって負けず嫌いっていうところで、まあ、 なんだやるところもあってもいいと思うんですけどやっぱ受け入れられるっていうのはね非常に、あのー、大事なとこかなと思いますね。いってらっしゃい。